ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレダ 4S 2019年式1700キロこちらの車両になります。はい、今回白状します。オプションについて、はい、僕何も勉強してません。そうですね、まだ僕も入庫したてで実はオプションリストがついてないので見ながらいろいろ拾ってってるんですけど、まだ池田君に教えてもらう回ということでお届けしたいと思います。ます、そしてポルシェ、はい、やはりまだ新車が滞っているということで、そうなんですよ、はい、中古で探している方もかなり多いんじゃないかなと思いますので、はい、車体のコンディションだったりだとか、はい、あと今回4ってことなんで、その辺なんかを詳しくご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず外観なんですけど、今回かなり距離薄ということで、はい、非常に綺麗な個体ですね。そうです、はい、でオプションもヘッドライトが、はい、オプション入ってたりだとか、はい、あと特殊なオプションとかっていうのはあまり外観では、そうですね、外観はあと目立つのホイールぐらいですかね。はいはい、そしてボディカラーが今回ホワイトということで、はい、キャラしてない方ですよね。そうです、はい、ソリッドの方のホワイトということです。あと1点なんですけど、ここだけ、はい、距離薄なんですけど、どうやら引っ掛けてしまったようで、はい、リップの方が、はい、このゴムの部品だけですよね。そうです、下の部分ですね、はい、ちょっとダメージを受けているということで、これはこの車の際までに交換ということで、はい、そうです、ちょっと部品を調べているところなので、はい、今入庫直後に撮影しているということで、はい、そのまんまになってますけど、もちろんこの車の際はお直しして、はいはい、販売させていただきますということで、あとはもうポルシェ何台もご紹介させていただいてるんで、はい、以前99にもターボ S もそうですね、撮ってますよね。はい、クラシック回帰したこのボンネットだったりだとか、はい、あとスタイリングがやっぱりいいですよね。いいですね、はい、でなんか992からちょっと伸びてるんですよね、車が。はい、ホイールベースは一緒ってことなんですけど、はい、全長が20ミリぐらい長かった、はい、あとはもう一個992の大きなトピックとしては、ワイドボディが基本、はい、もうナローっていう概念がなくなったんですよね。はい、ということでナローボディじゃなく全部この、はい、今回ご紹介させていただくのは4で4駆モデルなんですけど、全部4駆に習ったボディになったということで、はい、その辺もかなり4駆乗りやすくなってるんじゃないかなっていうイメージがします。うん、はい、そして早速横に回っていきましょうか。横はオプションのホイール、はい、RS スパイダーでしたっけ。そうです、こちらのホイールが、これもまたいいと思うんです。はい、いろいろ種類ありますけれども、うん、この辺もボンド東京であれば、はい、車外のホイールに書いていただいてもいいと思いますし、またデザラだったり車高だったりも調整していただいていいのかなと。はい、であとは細かいところでいくと、フロント245、35、20、リアが21インチということで、はい、前後一定のリアが1インチ、大きい履きこなしになってるんですよ。はい、あとブレーキも、スタンダードのものですけど、はい、前後350倍ということで、はい、フロント6ポット、リア4ポットの、この辺はもう漏れなくついてくるということで、はい、安定かなと。あと足回り、これ今回あれですか、電制御の足回りは入ってないと思います。ないタイプ、はいはい、ということでこんな感じになっております。うん、など全体的にもう本当にスタンダードっていう感じですかね。はい、あと僕いろいろ資料とかレビューを見て結構意見あったのびっくりしたんですけど、このドアノブが結構不評。正直言うと、やっぱスタイリングデザインもいいですし、空気抵抗を考えたらやっぱこれっていいんですけど、ちょっとやっぱりまだ慣れないのもあって、ちょっと使いづらさはちょっと今私は感じてます。まだ僕純粋にもう空気抵抗も圧倒的に良くなってるし、スタイリングもめちゃくちゃいいなと思ったら、なんでこれっていう意見も少なくないみたいですねなんでこの辺は内装でもちょっと触れたいと思います。はい、あと今回の車はガラスルーフということで、はい、これアクタイプですよね。はい、はい、こちらの部分になっております。あとはミラーなんかはこれ電角はこれ中チェックしましょうか。あ、電角はついてます。あ、ついてます、はいはい、こちらのミラーになっております。そしてあとはリアもこんな感じで、今回はオプションの 4WS はついてないということなんですけど、はい、はい、こんな感じで。そしてリアもローター系一緒っすからね。うん、なかなか前後ローター系一緒ってないですよね。そうですね、はい、やっぱりどうしてもリアが小さいケースが多いと思うんですけど、ただローターの厚みは若干リアの方が薄いんですよね、ベンチディスクなんですけど。あ、そうなんですね。足です、資料を見たらそういうふうに書いてありました。ということでこんな感じのリア周りで、今回はもう本当にノーマル、はい、基本的な答えになります。もうカスタムとはしてないです。はい、なのでこれからっていう方もいいと思いますし、はい、あとはベースのノーマルが欲しいんだっていう方にも非常におすすめの答えじゃないかなと思います。そしてあとはリアやってまいりました。ここも四駆がなくなっちゃってるんですね。はい、つながってるテールランプといえば四駆モデルの象徴だったじゃないですか。はい、それが992からなくなったということ で、はい、ただここ赤くはなってるんですよね。そうですね、はい、がオプションのティントを選ぶと黒くなるのかな。はい、ティントがあるのでティントをすると赤くなくなるはずですね。はい、というわけで漏れなくこのつながったテールランプとこんな感じになっている。続いて内装を見てみたいと思います。はい、これ閉じてる時はそのまま出しちゃっていいんですよね。はい、はい、
こんな感じのドアノブ。キー解除してもらえば通常は出てくる。そうです、あの、はい、リモートキーの方でロック解除するとドアノブが出る形になります。でアンロックされてれば閉じちゃってるものに関してはそのまま引っ張り出してもらえば開くような、はい、こんな感じになっております。そして内装、これ内装良くないですか。そうなんですよ、内装はしっかりあのオプションでレザーのオプションが入ってます。あの今回これ撮りましょうって言われた時に結構外装もう普通というかもうスタンダードなのと思ったら、はい、内装これむちゃくちゃおしゃれですね。内装おしゃれですよね。でこのなんて言えばいいですか、ね、これ何色になるんですか。これ、スレートグレーと、はい、あとごめんなさいもう一色がクレヨンのツートンです。なるほど、はい、でこのダッシュボード上のところがグレー。はい、スレートグレーですね。シートだったりだとかダッシュボードしたセンターコンソールなんかがクレヨン、クレヨンになってる、はい、これいいっすね。いいですよね、おしゃれな組み合わせで。これなかなか見なくないですか。確かそんな多くないから、前私販売したマカンがこういう内装でしたけど。そしてレザーのパッケージも入ってるってことで、このドアの上も全部レザーになってて、はい、こっちグレーで、ステッチもこれコントラストになってるんですよね。そうです、はい、はい、クレヨンというかグレーのステッチがこう入ってて、下側も全部レザーということで、はい、これなんかすごく雰囲気がいい、うん、真っ白のボディでこの内装のカラーはいいですよね。なんかこうポルシェの内装もスポーティーに行くのか、うん、あのちょっとこうおしゃれに行くのか、はい、まあ、いろいろ方向性ありますけど、すごくなんか街乗りはしやすそう、うん、ただ汚れは少し目立つかな。そうですね、汚れはちょっと気をつけないとっていう色ですけども、はい、で今回当然内装クリーニングされてますんで、はい、非常に距離薄ですし、まあ、クッションなんかのへたりもなく、はい、コンディションはいいんじゃないかなと思います。続いて乗ってみたいと思います。今回はシートはこれ標準ということで、はい、はい、池田君も乗ってみますか、はい、もうなんかあのシートヒエラルキーじゃないけどなんかポルシェって結構高いシート、はい、14A18A もあったりする、しますけど、もう標準の方がめちゃくちゃ優秀な気がする。まあそうですね、うん、調整もそうだし、あとはシート、はい、前後に関しては手動、手動です、はいはい、一番スタンダードなんで、失礼しました、はい、前後に関しては手動ですけど、はい、一応高さとリクライニング、はい、がこの電動のタイプ、はいはい、これポルシェいいよねシートね、うん、ポルシェすごく座りやすいですよね。あのもちろんその上のスポーツシート、あのフルバゲットとかそういうのみたいにめちゃめちゃタイトじゃないですけど、本当に運転しやすい、そしてこのパンチングが結構効いてるかなって、はいはい、そして今回の車は途中触れますけど、ベンチレーションとかシートヒーターもしっかりついてるということで、はい、その辺も街乗り最強になってるんじゃないかなと思います、うん、そしてステアリングはこんな感じでグレーのこのステアリングです、はい、ほぼ使用感がないんですが、はい、もうツヤは一切ないような、はいはい、サラサラのテカテカも全くしてない、はい、ちょっとあの触るのが恐縮なぐらいこんな感じになっております。そして今回の車はスポクロがついてるってことで、はい、これもついております、はい、おそ20秒でしたっけ。そうです20秒、はい、スポーツレスポンス最強モードですね、はい、スポーツレスポンスのこれもついております、はい、そしてメーターはおなじみの真ん中にレブカウンターがついてて、7インチ7インチですよね、はい、この液晶の992のメーターになっております。あとは結構レビューで、うん、あのそれもあんまり僕気にならなかったんですけど、はい、書いてあって、あ、なるほどと思ったのは、このステアリングの端で液晶メーター隠れてるよね。確かにと思って。なるほど。だから液晶メーターになってこうすごく幅広になったんで、うん、こう回した時にちょうどここ、はいはいはい、5連の端は確かに見えないと思って。あ、もう少し近づくともちろんこう視界に入るんだけど、うんうん、あ、確かにと。なるほど。ただ全然あの必要な一番メインの3連に関しては見えるのと、まあ、あとシートポジションによるのかなっていう、はい、そうですね、はい、基本的にはその燃料とか、うん、あとこっちの時計とかそのぐらいの表示が少し隠れるぐらいなんで、あとはレザーのダッシュがやっぱりすごくいいです。これいいですよね、はい、レザーダッシュはいいですね、高級感が、はい、だここもポルシェの内装をスポーティーに仕上げるのか、はい、ちょっとこう高級な感じに仕上げるのか変わってくると思うんですけど、今回の車はレザーのパッケージ全部レザーになってるんでかなりいい感じです、はい、そして、10.5 インチかな、おなじみのがついてると、はいはい、でこれに関してはもう外縁とかマガンと共通なんで、はい、壊しちゃいます。で今回スポーキはついてないということでこんな感じに表示になっております、はい、そしてあとやってまいりましたヒゲ剃りが、はい、そうです、こんな感じで、これ GT3 みたいなやつがやっぱりいいよね。うん、まだやっぱそっちにどうしても手がなじまないですね、はい、でこの間撮らせてもらった RS3 とかなってるんで、はいはいはい、まあ、だんだんこういうのになっていくのかなっていう気はします、うん、そしてもちろんオートエアコンもついてて、シートヒーター、ベンチレーション両方ついております、はい、そしてあとはカップホルダーと、はい、あとはアームレストこんな感じで、はいはい、浅いのが相変わらずのがついております。そしてペダルに関しては
これはもうおなじみかと思います。改めて乗ると結構右ハンドル左にオフセットしてるなっていう、うん、そうなんですよ。ブレーキも結構左だし、アクセルももう本当にハンドルセンターのちょっと脇ぐらいなんで、はい、まあ、この辺は、まあ、この辺は僕がレビューするまでもないかと思います。そして天井ピラーはこれグレーのファブリックなんですね。はい、そうです。ちゃんとダッシュボードの色にも合ってる。そして天井も同じくグレーですよね、これ。はい、そうです。でこれバイザーもグレーになってるのかな、これ。これグレーなんですかね、まあ、黒じゃないっぽいよね。グレーだよね、これ、うん、グレーっぽいですね、はい、黒はこっちなんで。ビニールのバイザーですけど、こんな感じになっております。はい、そして天井はこの、はい、大きいガラスルーフ、はいはい、開放感もあっていいんじゃないかなと思います。はい、ポルシェなんかだとあえてつけないって人も少なくないと思いますけど、うん、そうですね、はい、かなり街乗りに適した装備になってるんじゃないかなと思います。はい、続いて後ろの席も乗ってみたいと思います。もう僕はあの毎回絶対無理なんで細身の池田くんにお任せします。はい、それ手動の標準シートだ。あ、やっぱりそうなんだ。そうなんです。スライド機構はついてないんですね。ついてなかったです今。なるほど、はい、池田くんでもきつい。はい、そして戻してもここまでですもんね。そうです。だから実質大人乗るの無理ですよね。はい、あとあの見ていただくと分かるんですけど、首がまっすぐならないです。はい、もう天井触れちゃうので。だ本当に荷物置きと、そうですね、あと小さいお子様とぐらいです、はい、になってくるかなと思います。はい、まあ、レビューするまでもなかったんですけど、ここはもう先代から変わらずですね。はい、こんな感じの乗り足となっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、エンジンルーム、まあ、相変わらず見えないんですけども、はい、じゃあスペックの方が 2981cc 水平対向6気筒、馬力の方が450馬力トルクの方が530ニュートンということで、はい、これ先代のブラッシュアップっていう感じになるんですよね。はい、ただ、ミッションの方が7速から8速になっているということで、はい、まあ、その辺が、まあ、進化していると。あとは細かいところがかなりやってあるみたいで、まあ、馬力が30馬力アップでしたっけ、はい、してるということで、まあ、同じ系統のエンジンではありますけど乗り味が全然変わってくるということで。そして、一応4駆の方は PTM で制御されててマックスフロント 50% まで触れるような仕組みになってるってことで、はい、まあ、先代よりかももうちょっと前が使えるような仕組みになってるらしいです。でその辺もあって、まあ、4駆のそのクラッチの部分が、まあ、油圧から電気式になってたりとか、そういう小変更なんかもあるということ。はい、あと4駆なんで当然プロペラシャフトがありますけども、はい、それもカーボンのプロペラシャフトで、まあ、重量増を最低限に抑えてある仕組みということで、うん、なんとこれ4駆化されてるのにもかかわらず、あの普通の彼ら肉モデルと50キロしか変わらないらしいです。はい、すごいですね。それ驚異的ですよね。驚異的です。他のモデルじゃないですよね、あんまり。だ4駆でのデメリットがもう最大限こうなくなってるかな。はい、で4駆って今までとどうしても重くなっちゃうとか、なんかそういうデメリットもいろいろありましたけど、はい、この方に関しては本当にボディも統一化されたし、うん、その重量増のところにも関してももう最低限に抑えられてるんで、本当にこう気軽にじゃないですけど、うん、もう本当に好みで肉と4駆が選べるモデルになってるかなと。ね、うん、そして先ほどちょっと話題に出ましたけど、はい、あれゴールドでしたっけと。はい、ゴールデンベルトではないですね。あの距離浅がゆえにまだ養生が剥がしてないということで、はい、そうです。はい、これはじゃあご納車の時に一緒に剥がす感じで、はい、そうです。養生がちょっと多分黄色いの で、はい、で今確認したらノリは残ってないみたいなので、はい、多分バッと剥がせると思いますので、はい、まあ、その辺はご納車の時に剥がしたいと思います。はい、続いてボンネット側のトランク、フランクも見てみたいと思います。はい、この辺も距離薄なんでほぼ使用感がない。ないですね。多分全く使用してないですよね。うん、フロントに関してはもうそんな感じします。まあ、中古車考えられている方はこの辺もちろんチェックされると思うんですけれども、はい、結構個体によっては酷使されてて、こうカーペットが傷入っちゃってるものだと思いますけども、ね、うん、今回の車は非常に綺麗な使用感のほとんどないトラックになっております。はい、続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて背景も聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい。あのさ、これ一番標準のシートじゃん今回。はい。これ思わずこのスライドをさ、横のこのスイッチ触っちゃうんだよ。触っちゃいますね。はい、あれあれ。僕実はこう手動好きで。ああ。やっぱスピーディーにいけるじゃないですか。特にフルバケとか慣れてるとね。そうそうなんですね。降りる時シャッてやって、で乗ってこう調整してっていう。はい。その辺の慣れが。そしてもう一個その四駆乗りやすいですねっていうところは、あのほぼスペック的なものも変わんない。はい。0-100もあの 0.1 秒しか変わんないらしいです。でマックススピードに関しても2キロしか変わんないらしいです。まあどの道300キロオーバーなんて、ちなみに306キロらしいんですけど、はい、彼ら S が308キロということで、まあどの道使い切れないんですけど、ほぼなんかそのスペックのなんかその違いがない。で本当に四駆か二駆か乗り味の違いだけど、はい、あとレビュー見たらハンドルが四駆モデルの方が少し重たいんじゃないかっていうのが、ああまあそれはそうですよね、はい、まあ駆動しますからね、はい、まあ、その辺を確認したいと思います。そしてうちのポルシェ大好きカメラマン曰く、後部座席これ991より狭くないですかって狭い気がしますそれでよく乗ってきましたよねでも確かにさっきの感じ、僕後ろ座った時はもう結構きつかったですね。首もずっと曲がっちゃうんで。結構ね、全体的なシルエットは変わってないけど、はい、細かいところいろいろ変わってるっすからね。そうなんですよ。だってダッシュボードだってこれ全然違うじゃん。うん。993をオマージュしたこの水平基調のダッシュボード。まあなんかシンプルはやっぱシンプルですね、ポルシェも。すごいよね、だから同じ車をさ、こうやって50年以上も作り続けてさ。これ何でしたっけ、パナメーラとかカイエンかな、ここにこうタッチ式でシートヒーターがついちゃったじゃないですか。でもアナログになったんですね。あ、本当だね、はい、確かに。しかもあの日が当たると透けちゃうやつですよそうそうそうついてないオプションも見えちゃうやつでしょそう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 、あれね、ちょっとね、あのいいんだけど、なんかあれちょっとあれついてるはずだったのになって若干思ってしまいます。確かにその点ね、機械式だといいかもね。はい。そして最初からあのネガティブな話題をぶち込んでいいですか。はいはい。ぎゅうぎゅうに18年に出て4年じゃないですか。はい。もう間もなく5年目突入するじゃないですか。そうですね。そうするとマイナーチェンジの噂も聞こえてくるじゃないですか。はい。それがさっき聞いたらどうもマイルドハイブリッドなんていう話もちらほら出てきてるってことで。そうですね。僕もスクープは見ましたね。これはだからもう滞ってるのがみんなに届かないうちになっちゃう可能性も、前期中も入れてたのに後期が届きましたなんていうのも出てくるんじゃないかなっていう。うわ、眩しい眩しい。東京店のこの市場あるあるですね。わ、でも乗りやすい。この着座位置だとバイザーが、ですね、至って乗りやすいですあのうーんっていう感じもなく、うん、もう普通に乗用車ライクに発進できる。ただ乗り味は結構硬いっす。そうですね。これでも今ノーマルです。はい。で PSM のオプション入ってると、さらにあの 10mm も車高も低いじゃないですか、うんうんうん、それもちょっとそれで気になりますけどね。なるほど。どんな感じか全然、まあいわゆるスポーツカーの乗り心地ですけど、めちゃくちゃ乗り心地いいかっていうと、やっぱりこうタンタンタンっていう感じの乗り味、うん、そしてステアリング重いのかな。まあ確かに手応えがあるステアリングであることは間違いないです。はい。おーおー、ちょっと思ってたのと違ったいや今ノーマルモードだから、はいはい、もう少しこう踏み込んでも表現しないんだろうなって思ってたら、もう1500でブーストかかった瞬間に音が変わって、はい、そうですね、これ全然外で聞いてる音と違う音、うん、がする。なるほど。まあいい意味でじゃあ、うんうんうん、刺激はありますね。でターボラグはやっぱりほとんどない、うん、バッハの出方がやっぱりグーって出てくるのはターボっぽいなって感じがするけど、すげえ洗練されてるよ。こんな感じしますね。確かにハンドル重いのかな。結構でも今ちょっと速度上がると乗り心地の硬さもそんなに気にならなかった、うん、確かに確かに。多分もうちょっと速度レンジ高く合わせてあるんじゃないかなって勝手に、後ろにトラクションかかった時にしっかり車もこう沈み込んでたし、いい感じですよね。
でモードはウェットとノーマルとスポーツとスポーツプラス、あとはまあ設定できるインディビジュアル、はい、ウェットなんかあの路面が濡れてるか濡れてないかもセンサーで判断してるの、多分そうじゃないですか、それぐらい多分もう技術的には進歩してるはずなんで、うん、ということでその辺でトルク介入がちゃんと入ると、はい、早速ちょっとスポーツプラスにしていいですか。はい、乗り比べしたいね2駆、うん、4駆で。そうですね、それは欲しいですね。もうスポーツプラスにすると最初からあの表編じゃなくても最初からはみ出ちゃってますスポーツに。はみ出ちゃって、はい、うわすげえレスポンスいい、いいですね。ポルシェってあれですよね、本当に最新こそ最良じゃないですけど、 PDK のこの変速とかも年々速くなってますよね。もう本当に音だけ、うん、変速ショックもなければ、うん、何にもない、もう本当に音だけ、すごいっすよね。でその回転つながった時のなんかそのトルクが細くなっちゃってるのも全然ないから、はいはいはい、普通だって変速したらさ、はい、そのパワーバンドが多少ずれてたりするから、うん、こう加速感が一定じゃないじゃん、はい、でポルシェの PDK 特にこの辺の車ってずっと一定だよね加速感が、うん、そうですね、ずっとこう伸び続ける感じ、どこまでも行きそうですよね本当に。それ PDK が優秀なのかそのパワーの出方が優秀なのか分かんないけど、うん、なんか両方優秀な気がする、うん、でもなんかちょっと今横乗ってて思ったのがPDK は変わ、まあ、発足になったりはしてますけど 991.2 の時よりもクリープの進むあれがトルクが大きいですよね。あ確かに、991.2 の時ってなんかアクセル踏み始めないとあんま進まないイメージだったんですけど、これなんかブレーキ離して結構進みますね、乗りやすい。だからでも本当にスポーツカーに乗ってるっていうことよりかは本当にその辺に関しては乗用車ライクになってる気がする、うん、街乗りすごく乗りやすくなってる気がします。車体の大きさはもうそんなに気にならないですか。なりますフェンダーとかやっぱすごいですよね、はい、そうリアフェンダー結構ね、乗りやすい本当に、あのね全然ギクシャクしてる感じがない、うん、本当スムーズですよね。アクセルオフしてこのエンブレムもすごいこう適度だし、かかりすぎちゃわないし、ブレーキもちゃんとあの前のめりじゃなくてポルシェのブレーキって必ず車が沈み込むようなブレーキだから、なんかつんのめんないですよね。なんないしっかり車がギュッてこうしっかり減速させられる。どうなんだろう、本当にステアリング重いのかな全然単純に乗り比べじゃなくても特にそのステアリングの極端の重さっていうのはない、うん、適度な。パワーステアリングプラスが入ってるとまた速度の重さとか変わりますけどね。これ確か入ってないはずなんで、はい、クールコンがまあついてるぐらいです、ね、はい、ついてはないタイプですね。そうです、追従がないタイプです、はい、いいな。メディア関係はBluetoothと FM ぐらいですね、はい、やっぱりあと指紋問題かな。あポルシェね今ね、うん、新車がね来ないって言いますもんね。だから結局グレードに限らずやっぱほとんどプレネ傾向ですよね。で中古車の醍醐味といえばそのいいのを探す、はい、自分の好みに合ったの、うん、まあ、新車でオーダーすればその完璧なの頼めますけど納期はかかります。その探す楽しみと、うん、まあ、即納だったりっていうのもあるし、はい、また価格がもちろんその新車の時より圧倒的に抑えられる、うん、だそんな中で今回のは割とこう奇抜なことやってないんで、はい、乗りやすさもあるかなと。もちろん前内装真っ赤っかとかもかっこいいけど結構その好みもあるから、うん、そうですね。でも音気持ちいいですね。いいね、うん、外で聞いてんのとこれやっぱり作られてるよね。多分作られてると思いますよこの感じは、うん、作られてる。この反響音さだないもんね。ないですね、うん、外でそんどんだけ回しても、はい、まあ、もちろんニュートラルで吹かしてるのと全然違うけど
ありきの。そうだね、吸気の音をさ、こう室内に引き込んだりとかさ、外に音出せないですもんね、うん、そうだね。だから最近のトヨタの車ってみんなタイヤも細くなってるじゃん。ああそうですね、そうそう、そうですね。だそのうちあのタイヤの音もロードノイズもって言われてるから規制が厳しいですね。だってクラウンがなんだっけ、20インチだっけ21インチだっけ。あ今で確かにそう、ね、205っていう、はい、だもうタイヤがもうない車外で、うん、選択肢が外径が大きくて細いタイヤですよね。だから BM の i3 じゃないけど、はい、i3 もなんかめっちゃ細いタイヤなんで。そうですよね、あれも専用設計だった気がします確か。あんなのも出てきたりとか、どんどんこういう車の肩身が狭くなってくるけど、もう最後じゃないかなっていういや本当ですよね。だってニュース見た、718次電動らしいよポルシェも、うん、なんかニュールで走ってるのはなんかそのスパイショットで撮られてたけど、あもういよいよ、まあ、こっから先は電動モデル多くなりそうですね。電動かハイブリッドかいいでしょうか。まあ、え全然ね、フロントがリフトする感じしない、車体安定してますね、うん、やっぱりちゃんとこう引っ張ってられる感じもすごい。ちょっとこれ走りたい。これでも気持ちよ気持ちよく走れる。めちゃ気持ちよく走れる。なんか今ステーリングの感じもいいですよね、うん、応答性も全然持ってかれる感じもしないし、アクセルオンでこう少しだけリフトしててもハンドルちゃんと効くし、すげえなやっぱりポルシェって。昨日ちょこっと実は入庫したての GT3RS 聞き1.2にちょこっと試運転してたんですよ、うん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 、チェック走行で。やっぱ硬いなと思って僕嫌いじゃないですけど、わ、うんうん、かるよ、やっぱりあのボディの剛性と張ってる足、うん、乗った後なんで、すっごいこれ街乗りにいいなと思いますね。確かに、うん、なんかしっかり足もこう動いて、同じ車でそれだけ振れ幅あるのすごいよねそうそうそう、ポルシェって本当にその辺選ぶ方も楽しいですよね。確かに本当にもういかようにでもできるからね、うん、もう本当細かいオプションも含めて、うん、本当に全部だから削ぎ落として何もなしの彼らもいいと思うし、もう超スパルタンな体育会系の GT3 とか GT3RS もいいし、もうターボとかああいうのみたいなちょっと GT カー要素を高めた車で内装を少しおしゃれにしてもいいと思うし、本当にだから車種こそポルシェって少ないけど同じ車でいろいろできる。そうです、そうなんですよね、本当にそれが魅力の一つでもあると思います。それ本当にでも好きな人じゃないと分かんないからもう詳しくない人から見たら大体9921違い分かんないでしょ、うん、やっぱもう良さでもないですけど、やっぱ基本的にやっぱこうポルシェのこの911のシルエットってあんま変わらないですからね。でそんな中でちゃんとなんかこう全部、まあもちろんその乗り味とかは違うんだけど、うん、一貫してなんか同じものが作られてるっていうのはやっぱりすごいな。そうですね、液晶になるとこれのメーターも変わらないですし、でちゃんと必要なものに関してはこの3連で収まってるから、はい、確かにこの僕の今シートポジションとステアリングポジションでこの端2連は全く見えないですちょっとこうやって、うん、いやーよかった。個人的に結構足良さそうな感じします、ね、うん、すごい街乗りには、いや全然乗れるね、うん、いい感じですね。だからごくごく低速、はい、時に、まあ、少し硬さを感じるかなっていう、うん、全然なんかめちゃ素直だよ、いいね、車びっくりするぐらい曲がる、動きが綺麗、うん、いいね、休憩にやっぱなんかこうさ GT3 みたいなすごいこう手に汗かく感じゃなくってな、本当に純粋に走りが楽しめる、うんうん、安心して、どっちかというとだからアウディの横モデルみたいな、はいはいはい、まあ、系列一緒ですからね、うん、そのぐらいのなんか安定感と身構えなくてもです、ね、そうさらっと乗れる感じで、だからもうポルシェといえばリア駆動だぜっていう人じゃなければ、そうですね、四駆モデルっていうのはやっぱりめちゃくちゃいいんじゃないかな。四駆の方がでも意外とストレスなかったりしますよね、やっぱり本当にいろんなシーンで。確かに、うん、とやっぱこの辺ですよね、もうこの辺は今半導体でつかない車が多くなってきてる中で、やっぱベンチレーションもあるのはありがたいです。
あ、めっちゃ効く、めっちゃ効く、めっちゃ効く、やばいっす、ほんとやばいっす、早いっすよね、めちゃめちゃ効くけどうるさい急にお尻が冷たくなります。乗りやすくてびっくりした。首が限界、まもなく車がスタートして10分ほどですが、後ろのカメラマンは限界を迎えたそうですいや本当にでも仙台モデルから後ろ大人は厳しいですよね。そうね、だからもう実質2人乗りだよね、はい、もう荷物置きか本当に小さいお子さんだったら乗れると思うんですけど、これがだから車検証で乗車定員4人になってるっていうのはどういう基準なんだよってちょっと思う椅子とシートベルトさえついてればいいのかよっていう思います。椅子も結構さっき座った感じやっぱ硬いですよ、うんうん、後ろね本当に簡易的なシートって感じがします。そうだよね、だってサイドサポートとかないもんね、はいあ、そうそう、今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーがついてます、はい、360度ですね。さすがにでもね、後ろに人乗ってる時にこう乗れるポジションにするともう膝がボックス当たって開かないです、はい、そうですね。でもドリンクホルダーがね、位置変わりましたね、はい、これはいいんじゃないかな。 91.2 まではここにこう2つですもんね、うん、運転席はこっちで、はい、トルク配分出すのはどれだ、うん、トルク配分メーターこっちに出ます。あ、そっちも出るのかな、これですね、駆動配分、はい、今はもうほぼ後輪、前回にちょっと振ってもらっていいですか、前に振ってこれモード変えて変わるんですかね今。じゃあスポーツプラス、はい、変わるのかな、あ、変わんない、あー変わったゲージが、あー、多分基本的には本当に後ろで、はい、加速時ぐらい、そうですね、多分あのトラクションが抜けそうなったりすると、うん、フロントにトルクいきますね。すごい、あのね、車はちゃんと 前に、なんて言うんだろうな、本当リフトしないで前に加速していくね。そうですね、はい、斜め上じゃなくて BDK が速い、めっちゃ速い、マニュアル乗ってるカメラマンが最近っていうか今朝、はい、PDK 乗ってきて、はい、あの実は改装で PDK です、PDK でいいですねってさ、まああのね、うん、もう速さっていうかスムーズっていいですよ ね、楽だし。だからマニュアルは本当にその自分で操作する楽しみのとこだけ、そうですね、うん、かなっていう。やっぱマニュアルでしょって思ってたら、その期待値がそんなに高くなかったまあでも僕最近マニュアルから DCT 乗り換えたんで、うん、なんか最初のうちは DCT も楽しくていいなと思ったんですけど、ちょっと恋しくなってきますね、やっぱ3ペダル乗り換えるとね、うん、やっぱ、まあ、渋滞坂道発進とか不便なとこあるんですけど、うん、ちょっと物足んなさっていうか、でも電動になったらさ、そもそもそのマニュアルっていう選択肢もないわけじゃん、まあそうですよね、今のところモーター用のだってマニュアルトランスミッションってないでしょ、存在しないでしょ、まあ、完全そうですね、電気とかモーターじゃそうですよね。体感あれ中身的には2速になってるらしいけど、うん、ハイブリッドだとあのトヨタとか IMT みたいなの出してるじゃないですか、うんうんうん、トヨタだっけホンダだっけ、まあああいうのであればまだエンジンが要は残ってればあれですけどね、完全電気になっちゃうともう厳しいかもしれないですよね。欲しい、普通に乗ったら普通に乗りやすいだけですね。そう、全然普通に乗ろうと思えばさ、はい、全然普通に走れちゃう、うん、あのギクシャク感全然ないし、そうですね、あ、動きいいですね、本当に素直で。ポルシェ何がすごいって本当になんか、ね、絶妙な調整がすごいと思う、うん、ステアリングレスポンスだったりブレーキだったりだとか車の動きだったり、そうですね、ただ絶妙な味付け、乗りやすいのに思ってた以上にステアリングの遊びは意外とないですね、うん、あの俊敏な感じじゃないんですけど、うん、マクラーレンみたいな、そうそうそう、なんか1ミリ切ったら1ミリ動くみたいなそうです、ね、滑らかなんですけど遊びはそんなにないかなっていう感じですね。だから絶
の遊びと味付けが本当に優秀だと思う。うん、あとエンジンがなんかね、このモデルからその搭載方法が変わってるんだよね。え、そうなんですか。そう、エンジンハンガーやめて、なんかそのアクセルサポートの上にオンするタイプになってるっていう。へ、で991まではそのブラゲットがあってそれにぶら下げる方式のエンジン の、 その搭載方法だったけど、はい、それやめてその直接フレームにその車を乗せる、あ、エンジンを乗せるようになってるって。その辺でだから車エンジン の、 その触れがかなり制御が変わってる。うん、前回走ったら多分ノーマルシートだとちょっとこう心もとないかなっていう感じは。ちょっとサポート弱いですよね。でもこれぐらいじゃないと街乗りは逆にやっぱ厳しいですね。そうだね、はい、って言ってもある程度のこのサイトサポートに多分サポートしてなかった。めっちゃ乗りやすいですね。いい車だ。やっぱ4駆モデルだからか安定感すごいありますよね。飛んでっちゃう感じ全くない。全くないですね。怖くないというわけで買いですね。買いです、これは。じゃあぜひお問い合わせくださいということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、今回の車めちゃくちゃいいなと思ったんです。はい、なんか特徴的なことやってないです。なんか奇抜なこと、うん、はい、中がなんかすごいこうカラフルになってるっていうのもないですし、うん、なんかこうすごいかっこいいんだけどなんかちょっと特徴的な社外ホイール入ってんだよなっていうのもないじゃないですか。はい、なんか非常に乗りやすさもありますし、うん、まあ、あとは今こう新車がなかなか滞っているということで、はい、これでもちょっと欲しかったのと違うんだよとかっていうのあれば、うん、まあ、東京店でいろいろやりようもあるのかなと、はい、で特に内装なんかだとテックアートだったりとかで、あ、そうですね、ぜひぜひ、はい、プラスアルファもできると思いますので、うん、ぜひぜひその辺はご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回はポルシェ911カレラ 4S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。